あ、失礼します。あ、バイト面接セーこそして。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞどうぞ。失礼します。ごめんなさいね、バックヤードで。はいえいいありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。ホールでやれっていう話だけどね。あ、いえいえいはい、よろしくお願いします。お願いします。あ、履歴書ありますかはい。します。はい、ありがとうございます。はい。えっと、これお名前はあ、ダッシュです。はいダッシュ。すごい名前ね。あ、そうですか。はい。 はい、何歳ですか私、いたると申します。はい。あ、いはる、はい。はい、23歳です。はい。普段何やってることえっと、ま、あの、大学卒業しまして、はいはい。今は、あの、フリーターというおお、いい、いですね。はい。じゃなんか夢があって。あ、一応、はい。はい。えっと、毎年週何回ぐらい入れそうですかえっと、ま、あ、2、3回かなと思ってまして。はい、曜日はえっと、平日のとこでも。はい、時間帯は えっと、午前中から入ります。はい。何時まで夜まで全然入ってます。はいはいはい。えで、土日は入れない感じえっと、そうですね。土日はちょっと。はい、すみません。です。はい。えキッチンところがあるんですけども、希望は何かありますかホール希望です。はいはいはい。え経験はあります。あ、はい。はい。今どういう経験してきましたえっと、ま、あの、レストランのホールとかは、あの、やったことあります。あ、レジもあります。はい。 ええ、わかりました。ええ、じゃあまあまあ雑談やねんけど、趣味とかはあるんですかあ、えっと、まあ音楽の趣味で、音楽何系の音楽あ、一応まあ、バンドを、はい。や、まあやってまして、はい。それはまあ一応、はい。土日ライブとかがあったりして。あ、好きなんやね。あ、そうです。はえ、やってあ、やってもいます。え、楽器は何あ、ベースです。へえー。あ、だから B? あははは、いや、そういうこと、そういうことじゃなくて、たまたまです。い。あたまたまたま ええー、そうなんや。<laughs> はい。行きたいね、それあ、ぜひお願いします。あ、そう。はい。ほえ、なんか座右の目とかあるの座右の目、うん、うわー、そうですね。いや、まあなんていうか別にこれで座右さのあ、いや,いやいや、緊張感ある。いやいや、単純にこの人間接してみたいだけで。フォーエバーヤング。え <laughs> フォーエバーヤング。 何それあいつまでも若くっていう感じですね。ああ、日本語で言ってた伝わりそう。ああ、でそういう曲があって。あそうね。それがはい、好きなんですよ。へえ、面白いね。なんかすみません。あ、そう。誰の影響の音楽好きだったんですかあ、父ですね。あ、そう。はい。あそうなんや。へえ、わかりました。はい。えわかりました。じゃあ今日こんなところで。あ、はい。はい、わかりました。えっと、明日っていけるかなまた。あ、早速もう明日から。あ、じゃあ、はい、えっと、明日もまた面接をちょっとしたくて。はい。 あ、明日も、ああ、大丈夫です。はい。了解です。大丈夫です。じゃあまた明日、同じ時間で。は、かりました。はい。お願いします。お願いします。はーい。次の日。あ、お願いします。あ、出しです。あ、はい、出し。はい、どうぞどうぞ。はい。はーい。え昨日の夜とか何してた昨日の夜は、いや、なんか別に音楽聴いてゆっくりしてたんですか なんか、これで一番お金使えますみたいなのあんのああ、やっぱりライブ見に行ったりって、人も結構見に行くの好きなんで、それに結構使ってますね。ライブハウスライブハウス、はい、行きます。あ、牛牛のやつ。ああ、もう行きます、全然行きます。すごいね、好きなんや。好きですね。えー、飽きない全然飽きないっす。あそう。はい。音楽のいいところってズバリ何うわー、なんかもう別の世界になんか飛んでいけるっていう。ああ、なんかじゃあ、普段こう嫌なこととかあるのああ、 多少ありますね。なんか、うまいこといかないとかもあるんですけど、音楽聴いてたら、この、旅行行く必要ないというか、もう別の場所連れてってくれる感じがある。いいねはい。なんか、もうずっとトリップできてんねや。なんか、そうですね。だから好きですね。あっそう。自分の音楽も作ったりするのあ、僕は作曲しないですけど、はい。あの、メンバーがしてます。あっそう。はい。ええ。すごいね、なんか。はい。あの、バンドの音楽聴いてみ、聴いてみたくなりました。ぜひ。うん。す。よかったら今度聴かせてよ。はい。はい。え、じゃあ、あの、今日はこれぐらいで。 はい。えっと、明日っていけるあ、入ります。もう、店通も入るので。はい。じゃあ、明日もお願いします。制服とかっていうのはえっと、あ、明日も面接。はい。同じ時間で。OK なんで。今日のって何だったんですかえっと、もっと人間性は知っていく感じです。あ、はい。わかりました。はい。すみません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。次の日。あ、出しです。あどうぞどうぞ。 はい。よろしくお願いします。今日は乗れてきたのあ、今日、あの、電車で駅から歩いてきました。あ、そう。へぇー。電車とかよく普段乗るのあ、乗りました。はい。あ、そう。はい。マイ電車乗れるタイプ。乗れます。はい。あ、嫌ですけど。はい。嫌やんね。あ、や、嫌ですえ、ポジショニングのとこが好きだかあんのあー、でもなんかこの、うん、ま、窓付近ドアのとこドアのとこ。はいはい。んか自分がこうね、あの、降りる、開く方のとは、 じゃない方をゲットできたら嬉しいよね。ああ、そうですね。でもなんかどっちも開くときあるやんか。がありますこっちもドア開くタイプかい、みたいな。次、ど、この駅どっちのやろうみたいな。あります、あります。こっち開く方面倒やなとかあるよね。ありますね。あるよね、それは。ありますそれはあります。じゃあ、じゃまた今日はこれぐらいで大丈夫。じゃあまた、明日って行けるあ、もう、あの、いつでも入れるんで僕は。はい。バッチリ入れます。はい。あ、朝面接。はい。かって、い、ごめんなさい。うん。 面接ってこんな、火またいでない一万円。初めてね。<laughs> <laughs> あの、予定が組めないんですよね。あ、いつまで、何回ぐらい面接あるんですかねこれ。何回いつまで面接であ、7年間。あ、7年間面接ですかそう。ああい。いや、やっぱこれぐらい面接せんと分からへんのよ、人って。いや、っていうのも一回ね、あの、バイトの子がね、レジの金パクって、もうそっから人間不死になってさ、 いや、しっかり面接で見極めようと思って。だからもう絶対7年間バイト面接することにしてて。7年。いや、ポンコツばっかりよはっきり言って。7年間こうやって面接して、あ、こいつ採用しようと思って採用した人でももう、ポンコツばっかり。その7年間面接するようなやつポンコツでしょそんな。<laughs> ポンコツしか集まらいシステムですよ。いや、マジで。いや、僕、いやい,いですといや、こないだ30歳になってまここの、ここで働くとき。いや、これぐらいせんの人間性わからんから。 いやいやいや。うん。いやだってね、<laughs> その、レジ金パクられて、もうコトラマなって、これ、しっかりちゃんと10回くらい面接して人間性見極めようと思って。うん,うん。で見極めた。でさえ、そのそも子もレジの金パクって。だからもう、絶対あかんわ、と思って、ちゃんと7年間やろうと思って。うん、じゃあ今働いておられる方も七7年間面接し終わった人なんで。あ、みんなそう。うん。あ、ポンコツばっかり。7年間も面接することに、その、疑問いざかんやつポンコツやって。マジでポンコツばっかり。やめ,やめときますわ。 全然覚えへん。最後。にそれ7年間面接するから。<laughs> それクリアしてるからやんか。ほんまのいい人材は脱落していくって、そんな。<laughs> でも久々こんな風に3日目来てくれていや、そうでしょうね。<laughs> 僕もなんか言い出されへんタイプやから。<laughs> え、何の B なの <laughs> いや、いやベースの B じゃない。いや、ベースの B とかじゃないです。はい。すいません、なんか。いや、僕も将来あるんで。ああ<ー>。はい。将来決まるのに、これで。いや、7年面接これきつすぎますって。 あ結構すぐ、え、最長でどれぐらいで脱落した人いるんすか最長ああ、なんか6年半の人もおったね。なんで脱落すんねん。半年頑張りや。あの人はでもほんまにポンコツな顔してた。いやそう、6年、六 <laughs> 年半買うからポンコツやね。7年やって、7年後に不採用ということもあるんですか。ああ、全然いますよ。きつすぎるやろ、それ。 そんなに働きたやつ、働かしたらや、7年かでもね、1年目ぐらいでこいつ夫妻にしようったら決めてた。<laughs> かわいそうすぎる。その6年、かわいそうすぎる。<laughs> ようでやってますね、店長も。あ、でもあるよ。大晦日と、あの、1月1日はやらんよ。いやいやいや、それ以外やってるの、逆にやるよ。いや、恐ろしいな。<laughs> どうなってんの、その間の人生。すみません、なんか他探します。おー、はい。いやー、新しいバイト見つからんな うちの店で働きませんか僕と一緒に働こうぜひ読んでください。飾りっきのない、飾りっきのない、飾りっきのない君が。 横にいる。へい、横にいる。へい、横にいる。へい、上にいる。へい、下にいる。へい、左にいる。へい、右にいる。へい、右にいる。へい、上にいる。へい、下にいない。不透明すぎて入るのが怖い。ネタサロン。ひぃ。 ジャルジャルタワー